俺、どうしたらいいんだろう。皆さん、はじめまして。この学校に転入しました、上和泉麻耶です。これからよろしくお願いします。杉山さん、少しいいですか。じゃあまた明日。周一、麻耶、どうしてあの子がこの学校に。杉山さん、あなたはテニス部なんですか。まあそうだけど、どうして。いいえ、聞いてみただけです。全く対はありませんので。まさか俺に興味があるなんて妄想は抱かないでください。なんかさっきと雰囲気違うな、この子。呼び止めてしまってごめんなさい。それじゃあ杉山さん、また会いましょう。うん、何だったんだ麻耶。ねえ、見て見て、どう周一。あらあら、何まじまじと見てるのかな。このまましちゃう周一。前もここでしたじゃない。それに興味あるんだ、コスプレエッチ。私は周一のことが好きよ。私と、してくれる？周一、おちんぽ、奥まで届いてる。ねえ、あんたがそのつもりなら、もう一回、してもいいわよ。初めての時とは大違いでしたね。ああ、いい周一。これはみんなには秘密にしておくこと。わかったわね。でもまたしようね、周一。杉山さん。杉山さん。なんだよ。今授業中なんだから話しかけるなって。杉山さん、あなたが気に入りました。私と付き合ってください。は？今なんて。私はあなたが気に入りましたと言ったんです。今授業中だぞ。いや、だからそれは。結局誰でもいいんですね、あなたは。なんか先っぽがぬるぬるしてきた。もしかしてもう行くんですか。ずいぶんと早いですね。あぶねえ、もう少しでぶちまけるところだった。何考えてんだあいつは。あいつの目的がさっぱりわからん。まだ少し残ってるわ、オスの青臭い匂い。思い出したらゾクゾクしてきた。オナニーでこんなに感じるなんて。いつからですか。いや、もういいです。見られてしまったのなら仕方ありませんね。それは本気で言ってるの？麻耶！あなたは本当に間抜けですね。
好きな男を寝取られたことも知らずにお姉さん面をしてるんですから。何言ってるのよあんた、どうしてそんなこと。マヤ、あんた昔はそんなんじゃなかったじゃない。ねえマヤ、あの頃の私たち本当の姉妹みたいだったじゃない。そんなこともありましたね。あ、マヤ、あなたの大切な人を、周一さんを、私が踏みにじって差し上げます。あなたが私の心を踏みにじったように。あなたが大切にしている人を傷つけられたくなければ、あなたがどこかに消えればいい。この目障りな髪ごと、私の目の届かないところに。周一さん、聞いていただけましたね。ああ、私はあの女、伊達玲子を憎んでいます。私の全てを否定し冒涜したあの女を。